ちらなんですけど、まあ、逆にでも運営面としては会費でね、あのメンバーさんの会費なのである程度安定はしてるというか、そのコワーキングの運営のためにじゃなくて NPO の運営からなので、まああのみんなで頑張ってるって感じですね。今はそういう意味では会員っていうのは増やしてる傾向にあるんですか？増えてます。もうちょっと増やしたいということなんですか？そうですね。増やして増えてってますって感じですね。あ、そうなんですね。はい。で、まあ、正直その無料の会員さんではなく本当に私たちのその、一緒にやっていきたいっていう方を、まあ中心に、あの入っていただけたらなと思って。ああ、もっと全然必要としてる人いそうですね。うん、そうですね。子供を産んで仕事をしていこうっていう時に、子供を預ける場所がまずない。そうですよ。今の話だから、そういきなりこうフルタイムで戻れないが、じゃあ週に何日かでもっていう時に、その一時保育もなかなか入れないっていう時に、じゃあ週に何日か、月5000円払ってここを使えたら、じゃあ毎週月水だけここ使わせてもらって子供を預けて、自分ちょっとここで仕事をするっていうのが、だから坂井の汗がかりって言ったらいいんですけど、ね、いきなりフルでバリバリ働いてる方にもここは必要ないのかもしれないですけど、まあ、正社員として、大企業とかに例えば勤めてたら、そこはそこでまた別の環境があるかもしれないですけどっていう、あの個人事業主としてこう、コツコツとお仕事の実績を積み重ねていこうっていう方たちを応援したいなって思う。あ、いいですね。福田さん普段お仕事は何ですか？そう、どうしようかなと思ったんですけど、時間もあるし、どうしようかなと思ったんですけど、私あのコーチングのコーチをしてるんです。コーチングですか？はい、はい、だからあのコーチング、はい、クライアントさんとのセッションは、あの電話とかスカイプを使ってやってたりとかしますし、セミナーをやったりとかで、あんまり正直オフィスを必要としない仕事なんですけど、じゃあなんでここ使うって言ったら、やっぱり集中して、まあそうですよね、できる場所っていうか、であと私個人としては、人のつながりとか情報交換の場に使わせてもらってるんですよ。もともと黒さんと山さんはそのコーキングスペースを始められる前からお知り合いなんですか？はい、そうですね。神戸ベイビーズカフェを、ベイビーカフェ、はい、ベイビーカフェを立ち上げた当初に、リハビリ段階で、そうですね、はい、今度こういうのを作ろうと思うんですっていうことでお話を聞かせていただいて、そのお母さんにいいんじゃない、とか言って言ってたのがここまでのお付き合いになりましたね。あ、その時にその奥で焼いてるママをいろいろ取材してもらってるんですけど、インタビューさせてくださいって言って、声をかけていただいて、だから私のリハビリサイトというのがさっき言ったやつですね。あの、神戸ベイビーカフェって名前は、あったようななかったような頃に、このリハビリサイトで神戸の情報サイトを立ち上げて、皆さん集まってきてくださる中で、ママプロ図鑑っていうのがあったんですよ。輝いている女性に会いたいということで、取材に、のオファーをかけたりとか、間違えてる、オファーをかけたりとかは私あの全然大丈夫だったんで、であのいろんな彼女にあの女性にインタビューに行ったりとか、それもね、最初ベビーカーをして来られましたよ。あ、本当ですか？懐かしいね。3年前、そうそうそう、まだ上の子お子さんの時がまだ小さな子、どういう感じで仕事してますかみたいな、お子さんで朝会いながらどうやって仕事してるんですかっていうインタビューしてくださって、で、載せさせてもらって、本当にリハビリ、まとなれば。これ C サブログですか？そうです、これ C サブログです。C サブログってここまでカスタマイズできるんですか、今？伊藤さんの教えた。伊藤さん、あ、カフーツの伊藤さん？はい。あ、すごいな。そうです、C サブログ。これ消せないですもんね。そうですね。C サブログは、今ってここまで変えられるんだ、知らなかった。あの、トップページに記事が載せないで、載せなくていけるので、トップページ。あ、じゃあもうフルカスタマイズで HTML と CSS で。そうです、そうです。あ、え、そうです、はい。今ってここまで変えられるのは知らなかったな。ほら、バンバンが、トップがあって、こっちはもう、ウェブの。HTML 一つ一つソースを貼り付けてみたいな。あとは記事で。でもあれなんですよ、この間も誰かがこう、開いてて、自分の。ね、ブログの記事を書いてたら、これこうした方がいいよ、ああした方がいいよって言って、ブログに詳しい人がそうですよね、いろいろこうやって飛んできて、
はい、ちょっといじったらいきなりアクセス数ジャンプしてました、ね、なんかさ、はい、そうそうそう、あの人やね、あの人やね、そうそう、あの1日、はい、一生懸命書いても40とか50とかだったのが、今はもう300ぐらい、はい、あ、じゃあもう10倍ぐらいですか、うん、ある、うん、まあそうですね、約10倍、はい、ちょっといじれば10倍にいじる、本当にこれ、ね、そうか、知ってる人だとは当たり前だけど、まあちょっと他の人の意見を聞く環境がなかったら、ずっとその人は30、40で、うん、毎日毎日、でもブログは書けって言われてるから書かなって言って一生懸命やってはるのに、はい、いや、そのタイトルやったらあかんわって、なんで組織に使ってんのえー、みたいな、そうですね、ありますね、はい、そうですね、キーワードとか、まあ、例えば先生の悪口を言うわけじゃないけど、はい、そうですね、はい、そうですね、そうでも、はい、そうかと思ったら、はい、あるフェイスブックで、いや、フェイスブックこんなのか分からへんわという意見に、はい、あ、それはねっていう意見を交換したりとか、うん、そうなんですね、そしたら、あ、それだけで、私だけやったらもう何日も悩み続けてたのが、そうですね、踏んで解決みたいな、あ、そういう情報交換の場としてもいいですね、うん、で多分お悩みもそういう意味だと多分おそらく共有する共通する部分も子育てであるだろうから、うん、なんかよく今言われてる育児の色で先ほどの山本さんの話でもありましたけど、うん、そういうのもね解消をしやすいですよね、はい、あ、そうだから私も子育てコーチングとかもやってるんですけど、はい、仕事の合間に昨日娘と喧嘩してねっていう話を聞いたらちょこちょこっとセッションみたいな感じでしたら、はいはい、あ、そっかとか言って、はい、ちょっと帰ったらまた娘と話してみるわとか言って、ちょっと気が楽にとか、そう、また解決しちゃったみたいな感じで帰られたりとかいいですね、はい、そうですか、なるほど、今3ヶ月始めてそこまで、まあ、もともと、まあ、1、2年こうやられてたことが具現化したのかもしれませんが、はい、うん、まあ、会員数も今120人って結構な数ですし、で、まあ、実際にね、そのうちの1割、うん、半分ぐらいはだから有料会員なわけですよ、はい、そういう中で今後、今まあ始めてまだ3ヶ月だと思うんですけど、今後はどうしていきたいとかってあるんですか、まあ、やはりこの後、うん、例えば、はい、どうなるか分かんないですけど、じゃあこの会員数が極端な話ですけど10倍になった時に、はい、ここのスペースだけだと今度逆に、そうですね、これ今何、そうですね、15畳、はい、15畳、はい、はい、15畳ってことは40平米、はい、なんで、カベビカフェ の、 その今後の展開としては、はい、ここで人数を増やすんじゃなくて、やっぱり6校に来れる人って限られてくるので、そうですね、これは例えば元町とか三宮とか電車2つずつぐらいの時に、はい、こういうスペースを、ね、まあ、増やしてって、はい、まあ、あのイメージで伝えてるのは、あのジムな感覚、うんうん、でそこが自分の拠点だけれども、うん、たまには隣のジムにも行けるよとか、うん、ジム合同でいろんなイベントをするとか、うん、なんか女性専用のジムとか言うとすごく伝わるの で、 そ、 うです、ね、でそれのノウハウはもちろんその、まあ、視点化じゃなくって、はいはい、まあ、あのお伝えしていく運営の仕方とかもお伝えしていきたいし、はい、緩くつながるみたいな、そうですね、だから NPO の、はい、まあ、あの、はい、会員さんでっていうパターンでしてもいいだろうし、うん、多分、まあ、他のコワーキングさんがね今他のいろんな情報交換するものと一緒だと思うんですけど、はいはい、そうですよね、子育てをしてたら電車乗って6個まで来るとか、それも三宮でちょっと預けられたら預けたいわとか、人は絶対いますよね、で、はい、あの子供連れて戸惑ってやりにくいじゃないですか、そうですね、漫画喫茶行けないんですよ、ああそうか、そうですよね、うるさくうるさい、そうって、だから例えば子供も連れて打ち合わせに行ってても、うんうんうん、まあちょっとやっぱりね、ちょっとこもって、うんうん、さっと書類を作ろうと思って、うん、ちょっとこのメール返信だけやってしまうな感じになった時に、はい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 、でカフェでも横にベビーカーを置いて、はいはいはい、ね、あのできないんで、あ、そうか、できないか、うん、そうか、できないですね、満喫まで帰れないから帰れないで、まあ、例えば図書館も無理だし、図書館もそう無理ですよ、小さい子だったら、うん、でマックとかモスとかマクドですか、まあまあまあ、スターバーとか、うん、でもマックもこうマックでいいですか、関西ってマクドでしたっけ、あ、まあマクドマック派やね、マック派ですか、私はマクド派やね、じゃあ僕はマック東京でもこうあのなんかこう一席ずつにこう囲った、うん、ね、
ノマドスペースとかあったりするんで、これ小詰めで無理やんねとか。マクドのダメなところはお椅子なんですよ。椅子だから子供をつるんですよ。なるほど。しかも結構高いから危ないですね。そう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 。基本的にはベビーカーに乗せたままになっちゃうので、じっとしてないんですよね。寝てればいいんやけど、だから基本的には無理みたいな。なるほど。あのやっぱあのオフなんていうのソファーじゃないと、うんうん、そのカフェでも折れない、こういう椅子だと子供ら横にどうこうってなっちゃうので、はいはい、っていう細かいのが出てくるね。あでもうちの娘なんか母親を見てるからか知らないけど、なんか家の中で宿題がはかどらないのってこの間言われて、私と一緒にカフェまで行って、私が地元で仕事してる横で宿題広げてやってましたけどね。あこの小学生何とか言われて、親を見て育ちますね。ママと一緒に出勤する。そうそうそう。へえ、可愛いですね。でもママは仕事中やからね。はい、私もとか言いながら、夏休みの宿題だから、はい、ジュース買ってもらって、はい、飲みながらみたいな。はあ、いい傾向ですね。わかんないですけど。家で宿題するよりもこの方がはかどるわとか、ママだよとかでもやる。ママ、真似してますね。これなんていうか、うん、まあそのね、打ち合わせで子連れ OK のクライアントさんでも、うんうん そ, ね、その合間っていうのがすごくね、カフェ一つも入れないとか、ね、うん、確かに言われてみればそうですね。逆に僕ら見ないですもんね。ベビーカー連れて喫茶店とかファミレスにいる人って見ないですよね。やっぱ遠慮というか難しい。そうですね、ファミレスぐらいかな、ね、まあそうですね、ドリンクバーがあるようなファミレスとかだと、はい、まあ、比較的そのソファー型というのか、二、はいはい、人で一緒に座れるところがあるので、はいはいはい、だからそこにコンセントがなかったり、そうか、ないですね。コンセントラブがコンセントないと充電が持たない。充電持たないですね。はい、は結構ここに例えば比較的大きくなった、まあ、幼稚園とか小学生のお子さんが来たりもするんです。来てます、来てます。お弁当持ってきたよ。お弁当持ってきて、このフェイスブックにうちの子が早弁男子で言う。そうそうそう。なんか来たら自分でお弁当をやって、なんか DVD 見ながら、なんかすっかり飲む生活みたいな。めっちゃ仲良い。すごいですね。ね、はい、あそう。ハマってるね、その図が。当たり前のように。10時半にお弁当広げてるもんね、彼ね。早いですね。ノマド、すごいですね。あそうなんですね。じゃあ今後はじゃあ要はその各、まあ、2駅ごとぐらいにこのベビーカフェさんの同じような、うん、そのそう、ね、で運営してくださる方っていうのか、はい、まあ、あの協力者を増やしていきたいなと思って、はい、利用しやすい環境じゃないとね、ダメなので、うん、そうですね、NPO 法人としては神戸市になるんですか。神戸市です。あ、はい、ということはやっぱり神戸市の中でっていう感じになるんですかね。あの制限は特にはないので、はい、あの一応認可は兵庫県で取ってるので、あ、そうかそうか、兵庫県内だったらいいのかな、はい、で別に大阪で活動してもダメということはないので、はい、大阪でも集中しますよみたいな。そうですね。あれでも公演以来とかありません？こういうのやってたら公演？公演っていうか、例えばカフズの伊藤さんが今度北海道行くらしいじゃないですか、はい、うん、あ、誰かいませんか、喋ります。いや、なんかすごい今話聞いたら、いや僕がちょっと逆に不勉強で全然この業界を知らないのかもしれないですけど、すごい新しい働き方って今結構話題になってるじゃないですか。その中の一環としてね、いいでしょ、呼んでください。そうですね、あの僕はそういうあれがないので、もし動画を見てる、あとこの書き起こしを、これ文章として書き起こすので、あ、はいはいはい、それを見た人はぜひ榎本さんか黒田さんのところまで、はい、誰でも先生いますので。そうですか。なんかあと残り5分ということで、あの今日はいろいろとお話を伺って、いやいや、こんなんでいいですか、はい、いや大丈夫です、もちろん。はい、ありがとうございます。変わったとこですか。そうですね、すごいあの特徴があって面白いと思います。他にはないかな、はい、みたいな、まあ、名前だけコワーキングって借りてる感もある。いやいや、そんなことないじゃないと思いますよ。全然コワーキングになってますね。はい、すごいなと思います。とかなんかね、こうみんなチラシとか、はい、なんかの資料を持ってきて、こんなん作ってんけどどないって言って、はい、みんなで意見言い合ったりとか。あれはそうですか、あのチラシとか全部。あ、そうですね。ここはもうみんなの、その、各自がイベントやったりとか、お教室のチラシをみんなが置いて帰るんです。じゃあそこをまた持って自分の教室で、はいはい、あの配るんです。じゃあその先生はいろんな情報を持ってる先生やっていうところで、はいはい、まあ、他との、ね、やっぱ生徒さんとの信頼関係もあるので、うん、みんなでそのチラシを交換し合いっこしてるような場所に。うん、
なってるんですけどね。あ、いや全然あのコワーキングだし、女性限定、女性というかその子育て中の主婦の方限定っていう対象もすごい理にかなってるなと思って、もっと広がればいいですね。関東じゃないのかな。関東ね、八王子ってあるのかな、女性限定というのか。あ、仙川にもありますね。はい、行ったことないけど。でも最近まあその女性限定ではないんですけど、その託児スペースというか子供スペースがあるところはだいぶ下の、まあ、増えてきたりとか、あとその、まあ、ママ事業家さんってやっぱちょっとまあ収入的にはまあちょっと少ない部分もあるんで、まあ、ママ事業家さんの支援っていう意味でちょっとお安いプランを作ってくださってるコワーキングさんとか、そうか、いますよね。逆に保育所とかがコワーキングスペースを作るっていうことも今後行われるのかな。やってほしいんですよ。やってくれたらいいんですけどね。結構ありそうじゃないですか。あれなんでそういう発想にならないのかな。なんないか。でも面白そうですよね。それをもってしてそこに入りたいっていう人は絶対いそうですよね。なんかまあ事業所内託児所っていう括りになるのかもしれないんですけど、はいはい、あ、そうかそうか、はい、まあそうなると雇用関係がないとダメよっていうので。あ、そうなんですか。今のですよ。そうか、法律の座りがあった。ここは実は事業所内、うん、NPO の事業所内託児所にしたくて、うん、一緒にみんなでそのスタッフとかの子供も見ながらってことだったんですけど、はいはいはい、あ、そうしないと今の法律だと通らないんですか。そうなんですよ、基本的には。そうか、託児所の法律って僕全然詳しくないですけど、そういう事業内の託児所とかじゃないといけないから、個人事業主が何人も集まってそこを託児所にしますっていうような発想が 法律上ないと。ないですね。なんかまあ無認可でやるのは勝手だけれども、はいはい、その支援的なものは一切ない。そうか、頼むとかないから運営側ね、はい、難しいよね。だ、先生一人、そこは NPO 法人だから、まあ、そういう面の運営はそうですよね、うん、ね、先生一人に対して生徒は3人とかだと、はい、逆に考えると先生ね、お給料のためには3人で割ったら1人何個負担せなあかんの、ね、みたいな話になってくるんで、はい、なるほど。本当高いんですよ。難しい、ね、高いんですか。まあ、高そう。高いです。あのパートの方だったら本当に1ヶ月フルで、はい、もう定しないで、保育料の方が高いっていう状況がすごくあるんですよ、ね、はあ。僕本当に知らないんですけど、神戸だとどれくらいなんですか、保育園の。10万くらい。10万、結構しますね。5万から10万くらい。フルタイムだったらありえますよ、ね、はぁ、要は無認可のとこだったら1時間900円から1200円ぐらいなんで、うん、そうか、それ以上の時給で働かないと。で、ないとで、なおかつ働きに行く前後1時間ぐらいはいるじゃないですか。そうですよね、預けるのに、はい、そうなると、はい、働けないっていう、あ、本当だ、その社会的、うん、ソーシャル的なものがあるんですけどね。フルタイムで働いてても子供預けるのに10万とかあったらええみたいな。そうですね、はい、お小遣いも出るか出ないか分かんないっていうところで、本当ですね、やっぱそれでやっぱ虐待とか育児の色でとかなりますね。でもその赤になるのが分かってても仕事を続けないと、はい、もうじゃああなた今って切られてしまうと、もうそれが続かなくなる、はい、あ、要はその先、あ、まあ、その育児の時がまあ数年っていうことを考えればってことですかね、うんうん、でも実際に保育園に入りました、はい、だから入れない人からしたら入った人ってすごくラッキーな、はい、羨ましい存在なんですけど、じゃあ入ったら入ったで一日も休まず保育園に行けるかどうかっていうものになって、そうです、ね、保育園に入ったとかに、はい、例えば言う、はい、エンザーとか熱暴走かかりましたとか、はい、1週間2週間休まないとダメとか、今月何日保育園行けたかしらってことがやっぱりあったりするんですよね。1歳2歳って月の半分ぐらい熱出してくれてるので、保育所行ってた預けてきて、あれ言ったらお母さんって電話がかかってきた。さっきの話じゃないですけど、ちょっとお熱がって言われて、風邪をひくと引き取りに行かなきゃいけないんですか。熱が出ると、もう速攻電話来ます。お迎え来てください。保育所は病気の人はやっぱり雇う、あの、置いとけないから。すぐお迎え来てください。何分で来れますか、何時か。何時頃に来ていただけますかみたいな感じで。あ、そうなんですね。今日はダメでした。お父様にとかお母様にとかなんとかって言って、とりあえず引き取りに来い。うつると困るじゃないですか。まあ確かにそうですよね。そうなんですよね。はい。だからやっぱりその伝染病にかかると、あの1週間とか本当にもう家でどんだけ元気で飛び回ってても、うん、まだ潜伏期間だからダメとか言って、ね、あの通えないんですよ、はい、もうそれにどれだけこうギリギリするかっていうか、はいはい、こ
こいつこんだけ元気やのに私はあと3日間仕事行かない、行けないとか、はいはい、あ、うん、そうなんですね。あ、そしたらそうか、そうするとやっぱりその働く横で保育所とかあるといいですね。うん、あ、この2人いるとなんか、はい、あの1週間ずつずれてかかってくれたりするんで、はい、上の子なかったって下の子、はい、またなりますあ、そうですよね、はい、あ、そうか、そういうこと考えるとこういう施設のなんかこう、うん、当たり前のように仕組み作りとしてあるといいですね。夫婦仲にも出てきますよ。なんかいきなりそう、今回の電話来たんやけど、あ、私は絶対休まれるんだけど、あなたは俺も休めない、いやでもこの間私休んでるからどうにかしてよって、えーみたいな、あー俺もありそうだな確かに今子供いないから吹っ飛んで回ってますけど、うん、もう5日ぐらい帰れてないので家に、ずっとこっちにいるので、うん、はい、それこそ1週間とかお家にご主人がいないと、はい、そうですね、子供と2人きりでとかってなるとなもうキーって夫と2日交代ぐらいで1日休んで、はいはい、1日交代で出勤休みを繰り返して、はい、で明日で子供が熱出したら休みくださいって言って、うん、教授にぐわーって仕事して、あとバトンタッチとかお互いにそれをしないと、はい、そう、なんか今までの自分のやってきた仕事とかを否定された感というか、そう、でもそこでなんかこう、いやお前母親なんだから休みよとか、はい、ね、俺の仕事とお前の仕事どっちがあれだじゃないけど、はい、いやお前休めないの、まあ、って言われると、はいはい、私だって仕事でやってるんだからって、ね、はい、仮にそれが正社員のパートとかでもあっても出てくることやと思うんですよ。そうですね、うん、私だってお金をもらって責任持って仕事をしてるのに、ね、はい、パートやから休めるやろとか言われたら、はい、えぇ、ー、って、はい、何言いました、離婚ですかみたいなそうですね、はい、そうですね、おっしゃる通りですね。そういうので、なんかこう気をつけよう、お互いの尊重しようと、はい、お互い働くという前提をやったと思ったのに、はい、子供が生まれてっていう時に、はいはいはい、あなたってそんな価値観をお持ちだったんですかみたいな、ありましたね、でも。あ、でもそうですよね、ありました、私だって仕事してんねんみたいな、はい、あなたの方が稼いでるかもしれんけど、はい、みたいなとこもね、はあ、そうですね、そういうこと考えると確かに働ける場をまず作るっていう意味でコワーキングの場所とかいいですね。そ、うん、時短とか取ってやる人も会社では辛い思いしてたりするじゃないですか。うんうんうん、あ、そうですよね、みんな残業してるの、はい、あの時間にやるわ、そうですね、4時頃とか、まあ、要は迎えに行かなきゃいけないとか、まあ、会社の制度としてはあるけれども、ちょっとその心苦しいところとかが場合によっては出てきてしまうかもしれないですよね。あ、そういうの解消できるスペースになるかもしれないです ね、 ね、はい、実際今ちょっとずつね、はい、これでみんな、はい、ね、うん、楽になって、子供置いてったりとか、ね、まあ、お互いにね、はい、助け合ってる感じだって、うん、ちょっと、その1時間だけ見といてくれへんやったらいいよって言ったりするじゃないですか、はい、おてきみたいな、はい、でもやっぱり、子連れで打ち合わせに行くのと、やっぱりピシッと一人で行くのとでは仕事も、ね、そうですね、仕事の種類にもよるかもしれませんけど、まあ基本的には違うでしょうね、ね、はい、はい、はい、あ、そうですね、これちょっとどれだけメディア媒体としてこれはウェブ制作のための素材として今撮ってますからねでもまあ全然違う分野からもし広められたら、うん、頑張ります。はい、ということで最後にですね、はい、いつも最後にやってるんですけど、はい、その神戸ベイビーカフェさんにこれから来たい人向け、はい、まあ来たいといってもドロップインはやってないので、はい、まあ会員にこれからまあ例えばなりたい人というかそういうのを検討されている方または偶然この動画とか書き起こしを見た方に向けて一言、はい、何かこの PR か何かいただけると一言挨拶をこれから出会う人に向けて、はいはい、いただけると、はい、まあ、私が本当にリハビリから始まったっていうところで、うん、はい、まあ、彼女にも助けてもらった言葉なのが、はい、まずその育児をするというよりも何というよりも笑顔で、うん、楽しんでないと家庭まで悪くなっちゃうし、はい、そうですね、はい、体力もなくなっちゃうし、うん、ってことなので、はい、まず、まあ、例えば私みたいなところに、はい、まあ、一緒に参加してもらって、はい、うん、ね、起業する予定ですでも OK だし、はい、何か働きたいんですけどとか、ね、何かしたいんですけどっていうので、うん、来てもらって絶対に笑顔と、うん、ね、パワーを絶やさないでほしいなっていうのがあります、うん、なので、まあ、今ね、なんかそのママ事業家さんばっかりなんですけど、はい、ぜひもうどんどん来てもらっ
って、はい、一緒に活動できたらなと。そうですね、これから笑顔とパワーを欲しいママ事業者、ママプロさん、はい、ぜひママプロさんを、はい、神戸でやってる方はぜひということで、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。ベイビーカフェの、榎本さんと黒田さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイっていうのをですね、やってるんですね。はい、はい、ありがとうございました。もありがとうございました。でもいい仕組みですね。はい、いや、なんか欲しかったものが形になっただけなんですけど、あ、はい、誰も作ってくれないから自分たちで作っちゃえば、ね、行政とかにお願いしたってとか、うん、保育園はもう作りませんみたいな、コワーキングって言葉はね、本当に伊藤さんに、はい、そうですね、言っとけみたいな感じだったんで、はい、なんかコワーキング、そうですね、だから保育園の待機児童がそれだけいたら保育園数を増やすっていうのじゃ多分おそらく解決しないだろうから、若干保育園は増えても今度は学童が全然なかったりするんですよね。小学生は小学生でね、ないです。今までずっとママと一緒にこうお風呂に出したとか、はいはい、いきなりポンと掘り出されるっていうか、そうかそうか、そうですね、男女平等が悪いんですそうなんですか、はい、いやでも今のご時世、夫だっていきなりリストラに合うか、はい、給料を減っていくか、わかんないですよね。ね、はい、女性は働いてるってことも大事だと思うんですよね。そうですよね、確かに。私もちょっとまだ。ああ、全然、追ってください。ありがとうございました。いや、私も。